ーシードアスニアトリガー。今君のやっと見つけることができました。数え切れないほどの演算の末にたどり着いたたった一つの未来、どうかその希望の種を私たちに見せてください。第一次アスニアプロジェクトの結果、セブンテーマズとレッドシフトの AI が未知の新物質スターシ最優先警護対象を発見。直ちに任務コードに移ります。警護対象の有機体活動と心拍を確認。内蔵されたソウルドライブは確認不可。本当に人間様ですね。本当に人間さんなんですか？おお、人間様。ご無事そうで何よりです。あ、これは失礼いたしました。自己紹介がまだでしたね。私はアスニアセキュリティ局所属のプロキシアン。個体識別故障はアイレンです。私はマナリメリットか。私もオーロラ。人間様のお名前は？確認いたしました。作戦の効率。それはレッドシフトの侵入を関係者の皆さん残り時間。その機械体はレッドシフト。すべての人類を。レッドシフトについて。レッドシフトは今から君をアスニアに。ダイスターシードは君にしか。アーキテクト様、了解しました。マナ様としっかり掴んでいてください。アーキテクト様、到着しました。この先に当期建物の自爆機能稼働まで時間がありません。オーロラリロードちゃん。こんなダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。強制力。最適の戦術とはこれです。ボロボロにしてやりますわ。オーロラ
この一発で終わらせるね。百発百中よ。大丈夫ですか？負傷部位は確認します。外皮の損傷率は 1% スターシード研究所の地下と観測されます。さっきのレッドシフトが追いかけてくるかもし。アーキテクト様。アーキテクト様、地上です。すでに占領されたようです。私が先頭に立ちますので、お二人はサポート。ええ。準備完了しました。オーロラが助けてあげる。見事な配置です。ちょっと痛いですよ。入ったよ。ファイヤー射撃開始。ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。調整列。バッチリ入ったよ。よっ。アーキテクト様の意志とシンクロした私に簡単に勝てると思わないことです。それにしても多すぎるって。マジか。完全に。そうです。アーキテクト様。はい。はっ。ちょっと痛いです。入ったよ。ちょっと痛いですよ。よっ。当たってちょうだい。スキュイ。オーロラ、この一発で終わらせるね。超精密射撃。最適の戦術とはこれです。前段発射。当たってちょうだい。ちょっと痛いですよ。アーキテクト様の意志とシンクロした私に簡単に勝てると思わないことです。そうです。射撃開始。はっ。射撃。ダイナミックカーボンに秘められた超精霊。オーロラ超精密射撃。キュイ。バッチ。最適の前段発射。この力こそ人類が残した英知です。
ゆっくりお。お休みになれましたか？私ですか？私も問題ありません。お役に立てず申し訳ありません。私よくわかりません。プロキシアの生体機能を強化するという話。アーキテクト様、よし、射撃ダイナミック、私の力で未来を切り開きます。あらら、百発百中よ。最ボロボロにしてやりますよ。アーキテクト様の意志とシンクロした私に簡単に勝てると思わないことです。こっちです。こっち。やっと会えましたね。会いたかったです、アーキテクト様。アスニアへようこそ。アイレンさん、お連れするの大変だったでしょう。いいえ、当然のことです。正式にご挨拶いたします。私はアスニアの学長、マリル・ライトと申します。戦場では圧倒的な力こそ正義だ。レイディアル・アーセナルのアンブロシア少将だ。この勲章の数を見ればわかると思うが、お前は最高のカードを手にしたということだ。砲撃支援は任せておけ。どんな場所にでも風穴を開けてやる。ゆっくりお休みになれましたか？私ですか？最大火力！そうだな、成功しましたね。休めるうちに休んでおくのは悪く。わあ！うん、
何かありました？ご命令と。スティングスレイディア。おい君、私とちょっと話そうか。私の名前はタイナ。私の力が必要なら、まあこの力貸してやってもいいぞ。レイリア、スティン、次のご命令。休めるうちに休んでおくのは悪くないと思います。私たちの道のりはまだ長いのですから。困ります。自分の任務を忘れてしまいますよ。退屈だ。その勇気だけは褒めてやろう。今回だけ見逃してやる。おはよう。真面目だね。おはよう。真面目だね。